討ち入り。直木三十五作。老居。元禄十五年十月七日、山品の住まいを四条梅林庵へ移していた大石蔵之助は、いよいよ東下りすることとなった。日野家用人、垣見五郎兵衛と書いたる F を荷物に打たせ、牛尾田又之丞、近松貫六、菅谷半之丞、速水藤左衛門、三村次郎左衛門ほか三人の小物を連れていた。鎌倉雪の下の旅館に泊まること三日。吉田千代左衛門に江戸の模様いかんと聞き、武運を鶴岡八幡に祈りて、二十五日経って二十六日、武州立花郡下平間村なる富の森助右衛門が宮居に入る。助右衛門が村人に字を教えていたところで、ここに同志の三号を招いて、吉良の様子を伺っていた。いよいよ身辺危うきことなしと知って、十一月三日、国庁三丁目、小山弥平が店へ移った。ここに住む者、九人。大石力の柿見左内、小野寺十内の仙北十庵、近松貫六の森清助、牛尾田又之丞の原田小野右衛門、他、大石瀬左衛門、速水、菅谷、三村の人々である。ここに本部を置いて、同志は吉良邸の近くに、今日を定める。本所相生町二丁目、すなわち、吉良家の裏門近くには、前原伊助が米屋を都政として、名を五郎兵衛。神崎与五郎が、その店の一部を借りて、穀物を並べ、小豆や善兵衛。倉橋伝助に、岡野金右衛門の二人が番頭。小物の役を務めて、店先で小豆を寄り分けている。同じく、本所徳右衛門町一丁目には、杉野十平次、勝田新左衛門、竹林忠七、矢野倉に、堀部弥平、林町五丁目に、堀部安兵衛、毛利小平太、木村岡右衛門、横川寛平、鈴田十八、小山田正左衛門、中村清右衛門、南八丁堀港町には、片岡源五右衛門、海賀矢左衛門、大高源五、野党右衛門七、田中定四郎。芝源助町には、磯貝十郎左衛門、茅野和助、村松三太夫。深川黒江町には、医師西村丹下と称して、奥田孫太夫、同貞右衛門の父。芝浜松町には、赤羽源蔵に、矢田五郎右衛門。麹町五丁目には、吉田中左衛門が、兵学者と称して、田口一心と名を変え、原宗右衛門、不和和右衛門、寺坂吉右衛門がいる。同四丁目には、中村勘助に、マセ九太夫不死。岡島八宗右衛門、吉田沢右衛門、村松喜平、小野寺孝右衛門が、匿名し、その下僕として世を忍んでいる。同じ町に同じ家業で、千葉三郎兵衛、狭間喜平不死に、中田利平次、同五丁目に、富の森助右衛門。中にも、前原伊助のところは、一番吉良に近いから、同志のうちで目立たぬよう手伝いに来る人々もある。火事だと言うと、屋根へ登って屋敷のうちを伺う。買い物に来ると、あたいを引いて関心を求める。とうとう、子守と関係をして、その口からいろいろ聞き出した人さえあったという。そのうちに、堀部安兵衛が、吉良邸の前従、松平登之助から、絵図面を手に入れた。それで、ほぼ位置はわかるが、抜け穴があるとか、竹垣の防備があるとか、いろいろ噂を聞くたび、その実費を確かめんと苦心をした。探査。吉良幸助は普段本所にいるが、出たとすれば桜田門外の
上杉家上屋敷への他へは行かない。上屋敷へ行った時に本所へ乱入しても無駄であるし、上屋敷へは到底50人の人数で打ち入ることはできない。と言って、途中で打ち取るにはもし邪魔が入らばことである。光月が屋敷にいるのを突き止めて打たなくてはならんと、光月の出入りを注意することになった。光月もそのことは十分に承知しているから、格式などのことは少しも意図せず、共回りを変え、乗り物を変えて出るから、それをいちいちつけていって、とんでもないところへ行ったり、人違いであったりしたこともある。蔵之助はそれに対して、昼夜四人ずつの人を置いて見張りとした。風の日、雨の夜、雪の日、嵐の夜。二人ずつ交代で、本所と芝の途上に目を配る。そのうちに老中、小笠原佐渡の神の出入り茶道、山田宗辺というのが、吉良邸へ出入りすることを知った。かねて、光月の茶道にたしなめることを知っていた蔵之助は、屈強の手鶴として、この道に心得深き、大高言語を商人に仕立て、宗辺の門人とした。ある日、言語が指南を受けて帰るとき、今度は6日に参ります、と言うと、宗辺、さ、6日は吉良殿の朝会で、7日なら、と言ったので、言語、喜んで、この日は光月、必ず在邸のよし、大石のところへ知らしてきた。6日の朝が会だと、5日の夜はいるに違いない。さらば、5日夜に打ち入ろう、と定めて、同志に伝える。打ち入りの道具は、吉良邸の近く、安兵衛のところへ全部運んである。槍、薙刀、まさかり、弓、半球、竹はしご、玄能、掛け矢、かすがい、金槌、取り鍵、松明、小敵、岩道、金である。これを針籠へ入れて門前まで運ぶのである。神崎与五郎、各決まる上は、いよいよ出入りの監視が厳重であると、店先で見張っていると、5日の朝、1丁の乗り物が出た。諏訪と後をつけると、上杉家の裏門へ入った。そして、とうとう出てこない。蔵之助にこのことを報じると、言語からも同時に、6日の会はお流れになったと言ってきた。人々の気は張り詰めている。長引いて蔵之助状況のことがわかると、また面倒である。それに、年の暮れとなっては、世間が騒がしくなり、町の取り締まりも厳しくなる。15日の節分。この日なら必ず在邸するだろうから、その日に打ち入ろうと、さながら手運びをしていた。ところが、横川寛平の馴染みの茶人から、14日に夜会があるということが分かってきた。さらば、15日を待たず、その日に打ち入ろうということになった。心得。兵学に長けたる吉田忠左衛門と蔵之助は、あらかじめ本所の近くの地理を探って、手はずを決めておいた。引き上げ場所は恵光院。吉良の人々が追ってきたなら、どこで伏せる。上杉家の遠兵が出たらどうする。距離がいくらあるから、馬上で行くときかかるから、行くときに打ち入って、行くときまでに打ち取る。引き上げる道は、どこを通って、どこで上杉の家来に出会ったら、どうして防ぐか。細かい注意は出来上がっていた。それに、打ち入り当日の人々心への覚書というものがある。一つ。日が定まったなら、前日中に3箇所へ集まること。一つ。その日は定めある刻限に打ち立つこと。一つ。敵の印をあげたるときは、引き取るべき場所へ持参のこと。首は取り次第上着を剥いで包むこと。一つ。途中で見聞に合わば、
暴君の墓へ持参したいということ。もし許されなければ、その人の指図を受けること。一つ、光月の即の印は打っても捨てておくこと。一つ、味方の手負いはよく解放すること。仕方なければ首打つこと。一つ、光月を打ち取らば小敵を吹くこと。一つ、金の合図は総人数引き上げの時。一つ、引き取り場は栄光院のこと。もし栄光院が入れなかったなら両国橋の広場へ。一つ、引き取り途中咎められたら、実を告げ、栄光院へ引き取るということ。一つ、キラの追っ手が来たら、踏みとどまること。首を奪われぬように。一つ、討ち入り中に剣士参らば、門を開かず、くぐり門より一人だけ出て、討ち取ったら下地を受けるからと言って、決して門を開かぬこと。一つ、軒口は裏門のこと。一つ、もちろん軒ながら、打ち止め候、覚悟、相対、必死の進呈、決定いたしそろ。右の引き取りそろ時の儀、申し合わせ候は、時に至り、心得のためにて候。退き候時の覚悟、胸中に含みそろて、打ち入り候手は、胸を置く、これあるべく候。しかれども、退去そろても、必死の面々にそうらえば、打ち入りそろときの、もののふの覚悟専用の儀にそうろう。申すに及ばずそうらえども、命名、地底、粉骨の働き、ありそうろうこと。以上、というのである。12月11日は、午後から雪になった。夜に行ってやまず、12日も降り続き、13日の朝もさらさらと降っている。延期しやしないかな、という思いが皆の胸に往来した。源吾は急いで宗辺の屋敷へ行って、14日にお別れの一案を頂戴しとうござります。実は、国元に急用がござりまして、というと、宗辺。これはこれは、あいにくなことに、当日はキラ殿の屋敷に忘年の茶会がござるゆえ、という。いよいよ間違いではない。14日の夕方になった。野党江茂七は言語の命を受けて茶入れを一つ持ち、宗辺のところへ出向いた。お使いで参りました。宗匠お家でしたら、これをお目にかけてください、と言うと、ただいまあいにく不在で。それは。で、どこへか。はい。キラ様のお茶会へ。この雪に。はい。ぜひにと申すことで、という。もう間違いはない。集まる場所は矢野倉米沢町、堀部弥平の家である。どんよりと暗い雪空。大川の風が寒く粉雪を吹きつける。遥かに霞んで両国橋が見える。弥平の二階には、勝ち栗、昆布、瓦桶を置き、次の間には、打ち入りの衣装、道具が置いてある。次第次第に集まってくる同志。そのうちに、松平美濃守の与力、細井光沢も来た。この人は、安兵衛を弥平の婿に取り持った人で、濃筆で有名な人である。この人だの、寺井玄慶という医師などには、この僧侶のことを話しておいたのである。勝ち栗と吸い物で酒を回し、餅、焼き飯を包み、漁師に和歌を書く者、俳句を記す者。中にも弥平は獲物を調べながら、石突きが少し長い、切り縮めよう、と、なたで打ち切ったりしている。そのうちに蕎麦が来る。頼もし公の集まりでなどと、妻女は言いながら、勝手元に忙しい。
いちごの晴れである。蔵之助義勝は、金蘭の裏を詰めた鎖の着込みに、黒羽舞台の小袖。黒羅舎の羽織袴は浮き橋のたっつけ。兜付き。袖印には金の短冊。表に名を、裏に、元禄15年、12月14日、討ち死にと書く。小刀の絵には、万山重からず、訓音重し。一発軽からず、我が命軽しと、自分で刻んだ銘。その他の人々も、同じような装い。帯には鎖を入れて切れぬようにし、襟には小敵をつけて合図に使う。火鉢に香をくべて、紙と兜に焚きしめる。富の森助右衛門が飛び込んで、手にも止まらぬあられかな、を槍に結びつけたのは、この時である。出立の時刻は七つ刻、八時。今の八時とは時代が違う。まして、雪の夜のもう大川端は人が通らない。夜の商いをする家々も遠さしてかすかに明かりが漏れるのみである。真向かいに吹きつける風に表をさらしつつ、二杯の大張りかごに書道具を入れ、四人の者で担いつつ、両国橋へ向かっていく。雪明かり。表門に回るは23人。式は大石蔵之助。裏門には24人。力を大将として吉田中左衛門の会添え。おのおの三人一組として相助け、年長者を差し図人とする。相印は襟と袖との白くくりの切れ。合言葉は山といえば谷。谷といえば山と答える。表へ向かう二十三人のうち、大石、原、堀部弥平、狭間、村松は表門を固める。老人で安全な場所を選んだのである。ここへ切り込んでくるまでに玄関を固めた者、野党、神崎、早見、大高、近松、狭間の六人。二門へは、岡野、絵画、横川の三人。室内へ切り込む者は、片岡、竹林、矢田、吉田、岡島、富の森、勝田、奥田、小野寺。裏門へ回る二十四人のうち、力は吉田を海添えとし、狭間、小野寺、牛尾田と門を固める。キラが家来どもの眠っている長屋長屋を防ぐ者は、木村、不破、前原、千葉、マセ、茅野、狭間、中村。これらの人々は、弓、半球を持っている。出ようとすれば、いすくめるつもりである。この手で家内へ切り込む人々は、磯貝、倉橋、大石瀬左衛門、菅谷、三村、堀部、赤羽、村松、奥田、杉野、寺坂の命名である。二行になって進んでいく。槍はひとまとめにして籠の中に立て、刀は隠して火消しのごとく見せかけて人目を避ける。このうちで堀部節、赤羽、奥田節、小野寺、大高の七人は、麹町の堀内源太左衛門正春の門人である。いわゆる元禄四天王と呼ばれた正春は、当時江戸中での見客で、その弟子のこの七人は弥平を除くほか、ことごとく大太刀を使っていた。二尺五寸以上の太刀で、大勢を相手の時にはいい獲物である。もちろん、重いから力もいるし、技も上手でないと使えない。降りに降った雪も余韻になって止んで、八つを過ぎる頃には月さえ出た。ちょうど十四日という明るい月夜である。四五寸にも積もった雪明かりにさえて昼のごとく明るい。両国橋を渡って松坂町の東へ行った時、定めのごとく
二つに分かれ、長家の軒に籠を下ろして、掛けや、まさかり、槍を取るとともに、表と裏へ回った。西は恵光院。そのちょうど前に裏門がある。右角に辻番があって、右通りが長家。前原伊助のいたところである。東は前が牧野長殿神の屋敷。北側が土屋力と本田孫太郎の屋敷。表門を入ると、左寄りに土蔵。その左に玄関。南向きに式台があって、四五軒を隔てて、神津家之助の居間に行ける。居間はちょうど屋敷の真ん中である。さらば、手抜かりのないよ、と挨拶をして二つに分かれた。四十七人が雪を踏んで門下へ寄った。改めて帯を締め直し、わらじの紐を調べ、獲物を振ってみて式の銘の下るのを待つ。表門。表門は堅固に檜材分厚の扉。掛け屋で打ち破ろうとすれば凄まじい音がする。その音に起き出されて防がれてはこと面倒である。二丁のはしごが門の右側の塀へ立てかけられる。大高言語、狭間十二郎の二人が登っていく。誰も黙して語らない。月は真上にさえ渡っていて、雪の上へ鮮やかな影を落としている。三日以来降り続いた雪の夜半の作風に凍りついて、屋根はともとすると滑りそうになる。ひさしへ手をかけて、ひらりと飛び降りる。続いて、吉田沢右衛門、岡島八曽右衛門、横川、竹林と次々に登っては降りて、定められたる部署へ着く。危ない。といううちに、神崎与五郎、足を滑らして、どっと屋根から落ちる。滑るから気をつけて、と、下から低い声で注意する。次の人には、下の人が肩を貸し、手を貸して助けを下ろす。野党江茂七は年少の武士。屋根から降りんとするのを原宗右衛門。野党、抱いてやろう。飛びつくがいい。いいえ、大丈夫でございます。いいから飛びつけ。と冗談半分。江茂七肩へ手をかけて、ひらりと胸へ飛びつくはずみに、宗右衛門、溝へ足を踏み込んでくるぶしをくじいた。これは失礼を、と詫びるのを、なあに、これしき、と答えて、びっこ引きつつ、玄関へ行く。蔵之助、人数を調べて22人。寺坂が見えなかった。これは、逃亡したのである。さらばと迫ろうとすると、屋根の上に、覆面にて、桃立ち取り、槍を引っ下げたる武士、立つと見る間に飛び降りる。佐藤でござる。今宵の葬儀に、義のため、及ばずながら、ご助力申したく。おお、と蔵之助が言ったが、この三人は、佐藤常左衛門、大石三平、堀部五十郎と、藩は違うが、縁続きで、神津之助の取材を調べるに、いろいろ骨を折った人。ご講師によって、ただいま本会を遂げようと存じます。これまでのことといい、今宵といい、言葉に手は尽くせぬこと。去りながら、かくなる上は、後々に人手を借りたと言わるるも、いかがと存じますれば、我らが働きは何とぞ門外にてご覧くだされとを存じます。ごもっともの次第、残念ながら引き取り申す。さらば、首尾よく神津之助を打ち取り召さるよ。と、名残を惜しんで、再び外へ出る。工場所を玄関前へ立てて、という折に、表門脇の番人三人。角部屋からそろそろと出てきて逃げ去ろうとする。待て、と追う。くぐり門へ逃げ出した二人を追って捕らえる。
一人が裏手へ逃げ出すのに、奥田孫太夫、追いすがりざまに二尺七寸の大立ち、抜き打ちに切って捨てる。原宗右衛門、斧が寄贈した工場所を竹に挟んで玄関前へぐさっと突き立てる。その工場に曰く、浅野匠の神家来工場所。去年三月、匠儀、伝送ご馳走の儀につき、吉良上野介殿に意趣を含みまかりあり候ところ、御殿中において、当座、逃れがたき儀、御座候も、人情に及び候。時節場所柄をわきまえざる働き、部長法至極につき、切腹仰せつけられ、領地阿公城召し上げられの儀、家来どもまで、恐れ入り存じ立て祭り、上司御下地を受け、上地差し上げ、家中早速離散つか祭り候。右、喧嘩の説、御同席、大しとどめの御方これあり、上野介殿、打ち止め申さず、匠、末後残念の進呈、家来どもまで、忍びがたき幸せに存じ立て祭り候。皇家のご歴歴に対し、家来ども、鬱憤を差し挟み候団、はばかりと存じ立て祭り候らえども、君父の仇、共に天をいただくべからざるの儀、目視しがたく、今日、上野介殿の御宅へ、水産つか祭り候。ひとえに、坊主の意志を継ぐ志までに、御座候。私ども、死後、もし御見分の御方御座候らわば、ご卑賢願いたく立て祭り、格のごとくに御座候。以上。元禄十五年、水の江馬、十二月。浅野匠家来、四十七人連名。それという、蔵之助の指図に、狭間十二郎、真っ先に玄関口へかかり、大音上に、浅野匠の神の家来、仇を法然がため水産、尋常に勝負せられい、と叫ぶ。途端、大高言語の弟、小野寺幸右衛門、玄関の戸を二蹴り三蹴り蹴るとともに、ドンと当てたる体の勢いに、鴨居を外れて内へ倒れる板戸。薄闇の出会い頭。宝石者、何を、と踏み込むなり、人なり。敵の股へ手応えあるとともに、ネズミのごとく姿を隠す。卑怯者、と叫びながら、進み入ろうとする正面の壁に幾張りかの弓が立てかけてある。やり場のなくなった太刀でばらりと切り払うと、心よく切れて落ちる。蔵之助、表門を守りつつ、大音に、三十人組東へ回れ、五十人組西へ回れ、と、指図の声に敵を脅かす。矢田五郎右衛門助武。当年二十九。人々のしんがりをして、玄関から廊下伝いに、次の部屋へかからんとするとき、背後に迫る足音。振り向くと、暗中の人影。八尾へもろとも切りつける。身を振り向ける隙もなく、片手殴りに横になん。敵の刃に当たって音立てる。かん。早くも刀を引いて、真向かいから、切り下ろしざま、ドンと当てたる体当たりに、二軒余りも飛んで倒れたまま、起き上がる模様もない。そのまま進み入ると、誰がつけたか部屋部屋にろうそくの明かり。ほのかにあたりを照らして、人影は明らかに見える。長屋の戸に当たる矢の音、人の足音、時々叫び声。そのうちに、あちこちと起こってくる慌ただしい物音。図書時の破られる音。静かであった庭内は、次第次第に激しい物音が起こってきた。裏門。裏門は表よりも粗末である。越えるよりは破るが早い。三村次郎左衛門、掛け屋を取って、よいしょ。と掛け声しながら扉と扉の間を打つ。凄まじい音を立てると見る間に
かんぬきが外れて地に落ちる音。続く一打でどっと左右へ開きつつ傾く扉。門を守る人々を残してどっと一時に乱入する。物音と共に跳ね起きた門番、棒を片手に出てくるのを、手向かいすると切り捨てるぞ、と大喝。人数の多いのに驚いて、きびすを返して逃げるのを、ふわ和右衛門、走り寄りざま、一人を切り倒す。火事だ、火事だ、と、口々に叫ぶ。途端、玄関左側の長屋の屋根へ登ってくる一人の男。見るより、狭間新六。半球引き絞って切って放つ。驚いた男の降りようとするが足元の危うさにまごまごするのを、かやの和助、中村勘助と引き続いて、いだす矢に、元登ったところを忘れて、ひらりと飛び降りるのを、走り寄りざま切り倒す。これが、家老松原太忠。同じく、長屋の中から出てくる一人。それを見るなり、脇差し抜いて構えているのを、浅野匠守の家来、ふわ和右衛門。光助のそっくりをもらいに来た。邪魔すな、と叫びざま切ってかかる。横から磯貝十郎左衛門。八尺ばかりなるを引きしごいて、突きかかるにかなわじと背を見せる途端、繰り出す槍に脇腹をつかれて、よろめきながら七八軒走って、どっと倒れてしまう。和右衛門、その背を泥わらじで踏みつつ走りゆく。三村次郎左衛門。玄関正面の杉とただ一打に打ち砕いて、掛け屋を捨て刀を引き抜いて走り入る。その一歩先へ村松三太夫。一番槍と叫んで槍を頭上にしごきつつ、暗闇な玄関の中で一突きする。最初の物音に目覚めて立ち入れてきた吉良家の面々。あちこちにかきたてる暗道の光に、ようやく朦朧と見えるのを頼りに出てくると、三代。老関者、何者だというのを、このバカと、はせつく勢いにたちまち逃げ出す。追う廊下の左の部屋から障子を開けて半身を出す。さっと面を望んでつく槍に身をかわして引き込む。後に続く大石瀬左衛門、障子越しに、一本と叫んでぐさっとつく。行き止まりに杉戸。押しても引いても開かない。杉野、この戸を叩き割ってくれ。という声に杉野重平次、掛け屋を下げてきて一打ちに打ち破る。玄関から二手に分かれた人々は家の内外となった。玄関左手には清水段右衛門という取り継ぎ役の宅。隣に上杉の付け人、清水一学。本邸とこの長屋の間から庭を通って長廊下を右に台所口へ回る人々。孫と孫との障子襖、廊下廊下の扉を破って攻め込む人々。手向かいすると撃ち殺すぞ。手出しをしないと助け置く。浅野匠守の家来、仇を討たんがための夜討ちや、間違って切られるな、と、大音にあちこちと走りながら触れて回る。そうした後で、威嚇の矢の手につがえて切って放つ。勢い鋭く戸へ突き立つに、開けるものさえない。家老の一人、斎藤区内。同じく、相田孫兵衛、あまりの勢いの凄まじさに、小野が長屋の壁を打ち破って、往来へ出て軒下に潜んで隠れていた。隣屋敷の土屋力の家の中が騒がしくなってきた。塀越しに高張り提灯が見えるとともに、はしごをかけたらしく人の顔が出る。槍の穂が雪に映じて光るうちに、塀の上へ弓矢を下げて立つ人がある。小野寺中なる、それを見るより、それなる方へ物申す。これは浅野匠守の浪人ども。今宵、仇を奉前ために水産つかまつってござるが、決して粗骨はつかまつらず、日の元大切にいたし申すにより、何とぞ
お見過ごしなされとを存じます。と、声をかける。塀の上の武士、何か内へ言うとともに、ただ、高張のみ掲げられて、人影は見えずになった。付け人。上杉家では、もし吉良を討たしては面目がないからと、白金の下屋敷に六層を設けて、諏訪と岩場という用意をして、光月を忍ばせておいた。付け家老として13万石を領し、上杉の家来であって、時には家来以上の千坂兵部。これを聞いて憂慮した。たとえ実の父上にもせよ、上杉家の主となった以上、上杉の家を重しとせなくてはならぬ。もし、赤穂の浪人どもが、下屋敷へ乱入したとすれば、災いは上杉家に及ぶ。これは、吉良殿を上杉家から戻さなくてはいけない。こういう意見で、男女を代筆をいざめた。断りであるから、ここに、鳥居右衛門、清水一学、小林平八郎、木村城八以下、合わせて7人の剣客を、付け人として松坂町の家へ今日定めたのである。兵部、これらの人々を送るとき、おそらく、匠の家来どもは乱入するに違いない。しかし、決して彼らと争うな。もし迫らば、避けて逃げるがいい、と言った。社食を重んじた兵部は、上杉家に対する世評を恐れ、吉良を討たさずして、浪人を切ってから後のことを考えたのである。光月を市場によって救ったがために、家紋のある限り消失しない不評と、浪人が襲えば、きっと光月を上杉へ引き取る。引き取って、もし二度目の乱入が上杉家へ向けられたら、討たれても討たれなくっても、この上杉家の恥辱になる。家を思えば、吉良を討たせて、上杉の家を救いたいと考えたからであった。堀内正治門下の皇帝、奥田孫右衛門、207寸5分の大立ちを右に、障子越しに一突きしてから、蹴破って入る一間。中に一人の武士が座っているから、冗談につけて、光月はどこじゃ、家、言わぬと撃つぞ、という声のもと、枕に手がかかるよと見る。箸と目つぶしに来るのを、右へかわしざま、うぬ、と一括。切りつける途端、布団で受けて、すっくと突っ立つや、二度目の立ちへ、どっと投げつけ、ダッとのごとく踊り出てしまった。孫右衛門が廊下へ出ると、あたりに影もない。これが、付け人の一人、木村城八で、その足で桜田の上屋敷へ、この打ち入りを中心した。鳥居右衛門、しばらく様子を伺っていたが、手早く寝巻きへ稽古着をつけ、袴を裾短に、刀を取って鞘を捨て、廊下へ出ると、庭に当たって、剣撃の打つ音。廊下の戸を開いて庭を見ると、雪の中に倒れている二人。倒した男は、今開けた廊下の戸へ気がつくとともに走り寄るのを、いや、せ浪人、鳥居右衛門じゃ、一度にかかれ、と声をかける。うん、いい敵じゃ。ふわ和右衛門、いざ、と夜に、木村岡右衛門、前原伊助、槍と刀で左右から迫る。一人でよい、これしきの男に。さあ、デクの坊、参れ。中段につける3尺2寸の大立ち。愛性眼のままに互いの刻み足。1、2尺を進みつつ、尻どきつつ、じりじりと右へ回りつつ、隙を伺う。木村、前原の二人、互いに好敵手なのに見惚れながら突っ立ちつつ、敵の火星のものに目を配る。くそー、と、大勝、和右衛門。猛然と踏み込んで打ち込む。ひらりと後ろへ半減余り。刀を引こうとする和右衛門の小手へ来る帽子先。辛くも唾元で受けて立ち直る青眼。参れ、スローニン、
どうじゃ、と声かけながら、じりじりと刻み寄る。和右衛門、退きながら、かちりと当てる帽子先。この大胆な隙つけいる、李右衛門。袈裟掛けに切り込んでくるのを、受けもせずに、身をかわしざま、片手打ちに、真向かいへ。歩は得意の捨て身の戦法。かわしたが、胸から帯へかけて、衣類が切り裂かれる。とともに、三尺という刀の長さ。李右衛門の頬先から唇へかけて、三寸余り切りつける。どうじゃ、どうじゃ、と声をかけつつ、続いて真向かいへ。カチリと刃が合う。畳みかけてから、カチ、切りつけながら、さっと飛びのく。それを追って、流星のごとく打ち込む李右衛門。払って身を沈めながら、足を難、飛び下がる。もう、二人とも呼吸が乱れてくる。口が聞けない。助太刀いかが、と声をかける。二人のいたことに気がつく。ふは、鳥居。こうなると、味方のいるのといないのと、大した違いになってくる。無用。と言っておいて、気力を集め、この一谷と気を沈める。末物斬りでは、家中で右に出るもののない和右衛門。正眼が上段に変わる。と、ええよと、大勝つ。岩も両断と打ち込め、はじめのごとく身軽に退けないから受け止める。かん。どんと体当たり。相手も去るもの。踏みとどまって引き外さんとする。大表肥満、六尺近い和右衛門。刀を押し付け押し付けしておいて、どっと蹴上げる相手の腹。ひるむ隙に、右手を柄より離すや、眉間を望んで一挙発しと、同時に金剛力を込めたる言うんで、鳥居のつば元をしっかと押さえて足を絡みつつ、ねじ倒さんとする。鼻血を流して満面朱に染まりつつ、最後の一手。己を切らして敵を切れと刀を引くと見る。たちまちに走る諸手突き。大力の歩は、力の限りに引っ張らう。鳥居の手元を離れて飛ぶ太刀。脇差しへ手をかける。遅し。無言のままに真向かいから切って落とす鮮やかな太刀筋は、末物斬りで鍛えたさえ。肩口から一尺二寸というもの切られて、血が空に飛ぶとともに、二三歩後ろへよろめいたが、刀も抜き得ずに倒れる。お見事、と褒める二人。ああ、偉いぞ、偉いぞ、と言いつつ、雪を掴んで口にしばらく突っ立っていたが、ゆんでに刀を持ち替え、目手の指を強く伸ばしつつ進んでいく。出ようとすると、矢が戸へ当たる。しばらく様子を伺っているうちに、逃げる者は斬るな、という声がする。続いて、兵を越して逃げる者は容赦すな。居落とせ、居落とせ、と叫ぶ者がある。付け人の一人、小林平八郎。鍛冶派一刀流の達人で、付け人中での使い手である。寝巻きの上からすっぽりと羽織をかぶり、戸口を開けるや、吹き入る作風よりも素早く踊り出る。神津の神女へ行こうと、七八軒歩むと、待て、という声とともに、かぶった羽織を引き戻すもの。ふっつり切った恋道。絵に手がかかると、抜き打ちの横なぎ。背後へさっとないだが、あまり敵が近すぎていた。おのれ、と言いざま、刀を捨てて、むずと組みつく。雪を踏んで、牛尾だまたの上。くせ者、と言いざま、八尺への鍵やり、横からついてくるのを、右に払って、左の肘で後ろに組みついている、菅谷半の上へ一当て。アテンとするかん。もろ足を絡んで、我が身と共に横倒しに。早くつけと、下から叫ぶ。おきんとする平八郎。突きかかる槍と、二三合、下から合わす。途端、ごめんと、声かけて、
杉の十平次、脇腹から突き刺して、一重ぐり。平八郎、ゆんでで槍の柄をひっつかみつつ、切り捨てようとする手を下から支えた半の女。羽を刻ま馬乗りとなって組みしく。無念。どうだ、と、弱りゆく平八郎の目手をしっかりと膝の下に敷いて、手を伸ばして拾い上げる、斧の刀。人差しして立ち上がる。乱闘。裏口を守る銃内の前へ、刀片手に走り来る二人。六尺の手やり、ひらめくと見ると、一人を突き倒す。銃内、うまいぞ、と声をかける言語へも。銃内、槍を組み引くが早いか、逃げんとする敵の背後から、電撃差し。生身だ仏、と叫んだその男、よろめきながら、二足見足行って、どっと倒れます。裏から打ち入った一人の竹林忠七。磯貝十郎左衛門が転じた、ろうそくの明かりを頼りに、ここかしこと進む。このあたりが左小江之助の居間だろう。と、後ろに続く勝田新左衛門を振り向くとたん。襖の影からひらめくなぎなた。肩をかすめて流れる。一足すさった忠七。誰だ？と声をかけて、さっと槍を合わせるや、二剣をつく。辛くもかわしたから、小瓶を傷つけて流れる槍。かん。なぎなたを投げつけて、暗闇の中へ逃げ入ってしまう。すかさずついた手が手応えしたのみで、打ち漏らず。後で落ちたなぎなたの絵から、左兵衛之助と分かったので、忠七、残念があったが、この時は気がつかなかった。後を追って進む前へ、スロー人ども、須藤与一右衛門じゃ、よく味わえ、と誓願につけて突っ立っていく。人々の後から、まだ一人も切らぬ堀部安兵衛。また、堀部安兵衛竹爪、と、名乗りを上げて人々を分けながら、いざ、いや、と構える。と見る。二尺八寸の大立ち、切り込む、流す、切る、受ける。一足踏み込む、一歩退く、三度目の続け打ち。その立ち先の鋭さ。三度、真っ向で受けんとする。かん。さっと昼返った、竹爪主練の立ち。横腹へ来たから、かわす間がない。見事に切られて、たたと横に体を回したが、仰向けに倒れる。やっと一人。大須賀次郎左衛門。台所へ来る戸口に突っ立って防ぐを突き倒す。台所に入ると、清水一学迎え撃つのを三人して切り倒す。二軒余り隔てて人越えぬするのは表門の人々らしい。いよいよ、光月の今に近いと踏み込む目前に、戸を後ろに立ちはだかりつつ、三尺余りの長剣を真向かいに。入ってみろ、痩せろ鬼。堀江勘左衛門控えたり。さあ、参れ。使い手らしいから、言語と十字を、今しめつつ迫る。横合いから、勘左衛門か、貫禄じゃ、近松貫禄。一人でいい。何、これ式のやつ。じりじりと迫りつつ切り込む。受け流して早くも右へ回るのは、大した敵でない。助立ちもよ、と叫んで一括切り込む。敵の鉢巻きへ当たって一寸ばかり傷つける。と、欄干に足がかかるや、庭へ飛び降りて素早くも逃げ出すに、卑怯者、己と貫禄が続いてお。潜水の石橋、凍りついた上へ走り来て滑る。三尺足らずの橋、踏み止まる場はない。横倒しに残部と落ちたが、池は浅い。家老、小林平八郎をはじめとして、用人、鳥入右衛門、同、須藤与一右衛門、中五将、大須賀次郎左衛門、
清水一学、相田源八郎、新海八七郎、小塚源次郎、斎藤清左衛門、右筆の鈴木六右衛門、坊主、足軽など合わせて、都合19人が長屋前の雪の中、台所、小玄関などに横たわる。重い手傷が11人、軽いものが8人。大石清左衛門、もう屋敷の中に立ち音のしないのは手向かうものの亡くなった様子。これからは光助の在りかをと、一間に入ると逃げ出そうとする者一人。飛びかかって引き組みしく。光助の今へ案内せい。命は助けて取らす。受けたまわってござります。と震えながら起き上がる。相当を奪い捨てて、後ろに従う。ここでござります。開けろ。太刀を振りかぶって切って出る者あらば、一打ちと構える。ごとごとやっていたが、情が降りております。ご覧くださいませ。よし、のけ。戸を蹴って中へ入る。八条。絹安堂の明かりかすかに、ヤグのどんす、床の間の作り。ここに違いないか。もうとう違いござりません。清左衛門、ゆんでに敵のメテを持ちながら刀のままのメテを布団の中に差し込むと、この暖かい。今はここに違いないが、いない。ぬくみの残っているのは、逃げて間のない証拠じゃ。と、後から入った力を見返りつつ言う。いかにも、どっちからも手を差し入れる。さらば、屋敷中を探し申そう。門を固める方々へ、このよし申し入れて、なお厳重にしてくだされと伝えに行ってくれ。おいおいに集まる人々。手に手にろうそくを携えて、天井は槍でつく。怪しと見る畳は剥いで見る。押し入れの襖を外し、戸棚の隅を探し、障子の鍵、妻戸の背後。手を分けて求めたが、わからない。はばかりはいいか？いない。はばかりがかりは拙者じゃ。もう一度今へ。引き戻って掛物の背後を探り、畳を剥ぐ。床下へ入って探そう。よし、それがしが、と、力15歳。五尺七寸の大男。刀を抜いて入ったが、異常はござらぬ、と上がってきた。外を固まる人々に聞くと、一人として漏らさないという。さらば、もう一度と取って返す。同じところを同じように。やはり何者もいない。ダメじゃ。と、ふわ和右衛門、どっかと座して刀を投げ出す。本懐。残念じゃ。そう言われると人々、黙念としたまま言葉を出すものもない。槍をついたまま、刀を下げたまま、しばらく沈黙していると、台所にことりと音がした。光助の居間と台所とは近い。聞くと等しく耳を澄ます。台所じゃ、それ、と走り出す。確かにここじゃ。その戸は開いたか。ここか。情が降りている。中からじゃ、怪しいぞ。集まれ、集まれ、と、どっと蹴破る物置小屋。中は真っ暗で、どうなっているかわからぬ。矢を行くんでみよう、と言った、かやのわすけ、神崎よおろう。一の矢、二の矢、今、三の矢を放たんとすると、騒がしく物音立てて踊り出す男。それ。三四本の刀のひらめき。たちまち切り倒す。また一人。仰向けざまに頭を小屋の中へ入れたまま、一歩踏み出しただけで突き止められる。奥へ入ろう。ここに違いない。と口々に言ったが、用意して不覚を取るまいと、槍先にろうそくをつけて、
部屋の中へ突き出す。墨俵、桶の類、薪などが積んである。狭間十次郎、槍を構えつつ、桶を跳ねのけ、墨俵を突き崩して二三歩入ると、薪が飛んでくる。かわして目をやると、大きい味噌桶の影に潜む一人。出ろ、と言ったが、バラバラと投げつける。取り直す槍、繰り出すと、桶をかすめてぐさっと股をつく。尻へ倒れたらしいのを走り寄って襟がみ取り、痛手に立ち上がる力のないのをずるずると引きずり出してくる。光月のありかを言え、言わぬと切るぞ、といううち、隙を見て逃げんとする。このバカ、と大喝した忠七。突き飛ばすと、がっくり膝をついたまま起き上がらない。ろうそくを突きつけると、総髪の老人である。明かりをもっと。顔を上げい、と髪を掴んで引き上げる。あやこそで起きているぞ。貴様誰だ？名を名乗れ。吉良上野でないか。と言うが、黙して答えない。顔を見たが、血でわからない。肩を見ろ、という声に、肩を脱がすと、痩せた肌に残る、二分余りの刀傷。肩先から一寸余り下がったところから、斜めに後ろをかけて四寸ばかり。光月じゃ、と思わず叫ぶ。笛へ手をかけた五六人。いいか、鳴らすぞ。肌着といい、年頃といい、傷といい、紛れない。と、吉田忠左衛門が言う。隆々と吹きなす、かねての合図。門を囲むる者、屋外を見張る者、早手のごとく廊下を鳴らし、畳に音立てて、音の鳴る方へはせ集まる。ここじゃ、台所じゃ、と、大音に知らせる人々。蔵之助、とくと見終わって、まさしく、光月之助殿にそういない。光月殿、今日ただいま、浅野匠守の家来、暴君の鬱憤を晴らし参らせんがため、見印を申し受けるでござろう、と言ったが、失神したらしく、うつむいて言葉もない。蔵之助、担当を抜いて髪を掴んで引き上げる光月の耳の下、ぐっさと突き刺すとどめ。狭間内、木で首を上げられい。は、かしこまりました。槍を人に渡して抜く刀。方々、ごめん、と挨拶をして打ち落とす。小袖を取って引き裂き首を包む。次の部屋の柱に今しめてある小物に、これは光月か、と聞くと、さようでござります、と言って涙を浮かべた。蔵之助、腰なる采配を取って、光月の首を三度払う。本望を足したの、と、にっこりと微笑む蔵之助。ただ深い息を吐くもの、涙を浮かべているもの、声を立てて泣いているもの。引き上げの虎を、首を上げた以上、長居は無用じゃ。虎を鳴らしつつ、台所へ出。裏門へ集まると、手負いの者は手当てをして、打ち死にした者はないか。点検すると、四十六人。寺坂吉右衛門は、蓄電してしまう。天の加護じゃ、と喜ぶ。土屋殿へ挨拶せねばなるまい。いかにも。原宇治に片岡宇治、小野宇治、ご足労ながら。土屋地から工場所。昨夜七つ前、林家平光月之助屋敷、騒がしく候館、火事にて候屋と、まかり存じ候て、受けたまわりそうらえば、喧嘩の手に愛聞こえそうろうゆえ、家来ども召し連れ、境までまかりいで、固めてまかりありそうらえば、塀越しに声をかけ、浅野匠守家来、片岡源五右衛門、
小野寺十内、原宗右衛門と申す者にて候。主人の仇、光助之助殿を討ち取り、本望達し候よし、名乗り申し候を、兵越しに受けたまわり申し候。夜明け前、裏門へ、人数五六十人ほども、まかりいで候ように、相見申し候。もっとも、家事装束の体に見え申し候。苦楽候か。しかと、相見とどめ申さず候。このほか、何事も存ぜず候。早見藤左衛門、ただ一人、長屋長屋の前を、光助殿を討ち取ったぞ。我と思わん人々は、出会え、出会え。各申すは、浅野匠の神家来、早見藤左衛門、出会い召され、と、大音を上げたが、物音一つしない。藤左衛門、弓を取って、裏門の右側、松原左中の家へ、矢を射込んで、門を出る。引き上げ。飢えと疲労と寒さに、すっかり弱り切った人々がある。狭間新六など、足取りもたどたどしい。木は丈夫でも、老人たちの目に見えた疲労。傷ついた人々の痛々しさ。カゴでもあらばと求めたが、まだ出ていない。磯貝、倉橋の二人を最後として二列になって引き上げる。酒屋がある、と言った言語、列を離れて走っていく。もう、うっすらと白み始めた東の空。早起きの商人は起き出る。酒屋の十兵衛、奉公人の手も借らずに自分で戸を押し上げて店を開けていると、異様の姿に血まみれ。槍を持って走り寄る人間のあるのに、驚いて家へ入ろうとする。湯があれば一杯振る舞ってくれぬか。怪しいものでない。心配するな。はい。ご覧の通り、ただいま起きましたばかりで、まだ湯をとって。では、酒でいい。酒はござりますが、いざけはご法度でござりますから。なに、どうせご法度の破りついでだ。酒代くれるぞ、と投げ出す紙包み。何か温かいものは、と寄ってきた人々に、酒、酒、と引き出した小もかぶり。槍の石突きで突き破るや、茶碗ですくいつつ煽りつける。入れ替わり引っ掛けているうちに、言語。亭主、すずりはないか、と店の酒樽に腰掛けながら花が見え知るスイック。山を裂く、力も折れて松の雪。春歩総称、どうじゃ、と、富の森助右衛門に示す。うん。拙者も一句付き合おうか、と言語に示す。寒鳥の、庭むしらるる行方かな。栄光院の門扉は、固く刺したままである。叩くと門番が出てきたので、休憩したいと伝えると、色を変えて住職に告げる。栄誉という当時の住職は、触らぬにしかずと、体よく断る。酒で元気のつく人はいいが、酒を飲むのも手の出ないくらい疲れている人は、しばらくわだかまって息を入れる。もう一息じゃ。仙岳寺まで乗そう。吉良の日の本の用心はされた方があるか。誰も答えるものがない。もし失火でもあっては一大事。ご足労ながら、どなたか。声に応じて、矢田五郎右衛門、赤羽玄蔵、二人きりで引き返して、火鉢、こたつに水を注ぐ。また、取って戻した二人に、屋敷の模様はいかが？何も変わったことはござりません。寄り手の出そうな模様もなし、部屋部屋にも、人一人おりません。さらば、仙岳寺へ、と、一つ目から大川に沿って南へ下る。籠屋のあったのを見つけて、
横川寛平、弥平、宗右衛門と乗り、永代橋を渡って霊岸島へ、築地本願寺前から汐留へ出る。ここで吉田、富の森の二人が、大目付戦国放棄の神の屋敷へ、次第を届け出る。汐留から金杉橋、札の辻、伊皿子下から仙岳寺へ。すっかり明け放たれた15日の朝。見物は両側に走り出てくるし、次第に後をつけてくる者が増す。汐留近くになってからは、上杉家の打ち手にもしかすると、と覚悟をしていたが、迫ってくる気配もない。上杉家では、木村城八がとっくに中心していたが、千坂兵部が兵を出すことを止めたのである。いよいよ、打ち手が来ないらしいと思うと、金杉あたりから次第に列が乱れ出して、二人、三人、五人、七人と、互いにいたわりつつ、三三五五となって、仙岳寺へ着いた。15日の朝8時過ぎである。